ロベルト・フーウートは、東ドイツ、東ベルリン出身の元サッカー選手、元ドイツ代表、現役時代のポジションはディフェンダー。2001年に、ドイツの一、FC ユニオンベルリンの下部組織からクラウディオ・ラニエリ、監督率いるイングランド一部のチェルシー FC へ入団したフーウートは、その後、トップチームに昇格を果たすも、ジョン・テリー、ウィリアム・ギャラス。 リカルド・カルバーリョの存在から、スタンフォード・ブリッジでの序列は低く、なかなか定着できずに行ったため2006年8月に、遺跡金600万ポンドで、同国一部のミドルズブラ FC と契約した。リバーサイド・スタジアムで3期過ごし、2009年に、ミドルズブラが2部降格すると、同年8月に遺跡金500万ポンドで、同国一部のストークシティ FC と契約。 2009から10シーズンには、チームの FA カップ決勝進出に貢献する活躍等を見せ、シーズン終了後に、チームの年間最優秀選手に選出された。チェルシー東ベルリンのビースドルーフに生まれたフートは、地元のフォルトゥナビースドルーフでキャリアを始め、1FC ウニオンベルリンを経て2001年に、クラウディオ・ウォラニエリ監督率いるイングランド一部のチェルシー FC に入団。 入団して、最初の数週間はホームシックに苦しむ場面も見られたが、加入1期目である2001から02、シーズン最終節のアストンミラ FC 戦で、ハーフタイムから途中出場し、17歳でプロデビューを飾った。2003年8月に2003から04シーズンへ向けた補強として、レディング FC から期限付き遺跡での獲得打診があり、これをチームに拒否されたが、 同シーズンは、出場機会を増やし、公式戦で20試合に起用されたフートは、チェルシーでの生活を幸せだと語った。しかし、翌2004から05シーズンは、ジョン・テリー、ウィリアム・ギャラスの存在とさらに、リカルド・カルバーリョの加入により、昨季同様に、レギュラー定着のチャンスを限られていると考えられ、また、負傷により、出場数は15試合に減少した。そんな中、 ロベルト・コバチの後釜を探すバイエル・ミュンヘンから1年間の期限付き遺跡のオファーが2005から06シーズン開幕前に申し込まれるもジョゼモーリーニョ監督から戦力の一人として見られておりまたフート自身も残留を望んだことで拒否した同シーズン中は UEFA チャンピオンズリーグ2005から06の MSK ジリナ戦で チェルシー加入後初得点を挙げ、FA カップのバーミンガムシティ FC 戦でも得点を記録し、また、その強靭な体を買われ試合終了間際のパワープレイ時にセンターフォワードで起用される場面もあったが、全体的な出場機会は限られていた。そんな現状に不満を吐ろしたことで、シーズン終了後にミドルズブラ FC、ウィガンアスレティック FC、 エバートン FC の3チームからオファーが届き、2006FIFA ワールドカップ終了後にミドルズブラと5年契約を締結したことが、フート自身の口から語られた。ミドルズブラ2006年7月13日にメディカルチェックで失敗したことで、ミドルズブラ入団が一旦暗証に乗り上げたものの、最終的に8月30日に赤金600万ポンドで同クラブと5年契約を締結した。 初出場となったフットボールリーグカップのノッティンガムフォレスト FC 戦で敗北を喫し、良いスタートが切れなかったことを象徴するように、ミドルズブラでの生活は厳しいものが待っており、ガレス・サウスゲート監督はフィットネスの不安からリザーブチームで起用することを決定した。その後は10月中旬に調子を取り戻し、エバートン戦でリーグ初出場を飾り、 12月5日のトッテナムホットスパー FC 戦で初得点を挙げると調子を上向かせていた。しかし、そんな中で練習中に負傷したことでチームを離脱し、検査の結果、疲労骨折により全治6週間の診断が下された。2007年4月14日のアストンビラ戦で復帰したものの試合中に再度負傷に見舞われた。懸念される問題からフートは、 2007年夏に足首の手術を受けたが、回復することはなかったため専門家に相談することになった。その後は2007年11月に練習に復帰し、12月1日のレディング FC 戦で復帰すると、ほどなくしてジョナサン・ウッド・ゲートがトッテナムへ移籍したことで、レギュラーとしてデビッド・ウィーターと共にコンビを組むこととなり、2月3日にケビン・キーガン監督率いる。 入荷するユナイテッド FC 戦で得点を挙げて、勝ち点獲得に貢献した。しかし、調子を上げているところで再度負傷に苦しみ、シーズン残り2ヶ月のところで終了した。負傷から順調に回復していき、2008から09、シーズンは良いスタート切ることができたが、またしても足首を負傷してしまった。12月に復帰するモチームは、厳しいシーズンを過ごしており、 2月には降格の危機にあった。その後もチームの状態が改善することはなく、最終節のウエストハムユナイテッド FC 戦に敗戦したことで2部への降格が決定した。翌2009から10シーズンは2部を舞台に、ミドルズブラで5試合に出場後、ストークシティ FC と契約して、プレミアリーグの舞台へ舞い戻った。ストークシティ2009年8月27日に、 同僚のトゥンジャイシャンルと共に、同国一部のストークシティ FC と4年契約を締結。移籍金は500万ポンドで、インセンティブにより、最大600万ポンドに引き上がる可能性があり、これが達成した場合は、クラブ史上最高金額となる。8月29日のサンダーランド AFC 戦で、FW のデイブ・キッドソンに代わり初出場を飾り、 10月4日のエバートン戦では、初得点とリーグ通算出場数百試合目を記録した。ストークでは、ミドルズブラ時代のように負傷に悩まされることもなく、定期的に出場していたものの、10月17日のウエストハム戦で、マシュー・アップソンの顔面を横打する暴挙に出、また、試合中にカードが出されなかったこともあり、FA が調査に乗り出した。その後、フートは、 自身の非を認めて、謝罪をし、FA から三試合の出場停止を言い渡された。一月十六日のリバプール FC 戦で九十分に同点弾を上げ、二月二十日のポーツマス FC 戦では、自身三得点目にして決勝点を挙げた。また、FA カップ準々決勝のチェルシー戦で首相のワンをつけたフートは、敗戦したものの、古巣に対する晴れ姿だと試合後に語った。 2009から10シーズンのストークでのフート2010年9月13日のアストンビラ戦で93分に2010から11シーズン初得点にして決勝点を挙げチームの今季初勝利に貢献その後のリーグ戦ではバーミンガム、ウィガン、ブラックバンド・オーバーズ FC、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 相手に得点を重ね2011年2月5日のサンダーランド戦では2得点を 上げた。一方の FA カップでは、準々決勝のウエストハム戦で得点を上げ、39年前の1972年以来となる、準決勝進出に貢献し、続く、準決勝のボルトン・ワンダラーズ FC 戦で、DF ながらもシーズン通算九得点目を上げて、チーム創設以来初となる、決勝進出に貢献した。 決勝のマンチェスターシティ FC 戦でも出場したフートは、赤敗しタイトル獲得とはいかなかったものの、それまでの貢献が認められて、シーズン終了後にチームの年間最優秀選手に選出された。2011年夏になると、トニー・ピューリス監督が、元イングランド代表 CB のウッドゲートとアップソンを獲得したことから、不慣れな右サイドバックの位置へ役割変更することになった。 しかし、守備面で、脆さを露呈していたことで、昨季にコンビを組んでいた、ライアンショークロスと共に、CB のポジションを取り戻し、エバートン戦で2011から12、シーズン初得点を挙げた。2012年2月4日のサンダーランド戦では、デビッド・メーラーへのファウルからフルトは退場し、一人、少ない中でチームは奮闘するも、ロスタイム終了間際に、ジェームズ・マクレーンに得点を許した。 フートの行為は、リプレイ再生すると行為ではなく挑戦しに行ったもので、あったためチームは、レッドカード取り消しのため抗議するも判定が覆える、ことはなかった。シーズン終盤には、ウルバー・パンプトン、アストンビラ相手に得点を挙げて、勝ち点獲得に貢献する、等、パフォーマンスが評価されて、契約延長の場が設けられ、2012年6月に、 ブリタニアスタジアムに滞在する期間を2016年までの3年延長した。2012から13シーズン開幕間際の8月にウイルス性髄膜炎にかかったもののすぐさま回復したことでレディングとの開幕戦に出場。試合後にフートはプレシーズンのために滞在していたアメリカ合衆国でウイルスに感染したと説明した。 2013年2月9日のレディング戦で2012の13シーズン初得点を記録。23日のフラム FC 戦でボールのないところで相手のフィリップセンデロスと衝突したことで3試合の出場停止処分が下された。同シーズンは公式戦に39試合出場し、チームは13位でシーズンを終了した。レスターシティ2015年2月2日、レスターシティ f c へ。 半年間のレンタル移籍。2月10日のアーセナル FC 戦でデビューを果たした。加入当初レスターは最下位に甘んじていたが、ウェズモーガンと CB コンビを組むと失点が減少。4月4日のウエストハムユナイテッド FC 戦では9試合ぶりの勝利を挙げ、4月13日のウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦では、レスターでの初ゴールを記録し、勝利に貢献。 その後もリーグ戦で4連勝するなど好調を見せ、残留をかけた5月15日のサンダーランド AFC 戦では無失点に抑えて、引き分けに持ち込み残留を確定させた。最終的にチームは14位まで順位を上げた。2015年6月24日、レスターシティへ3年契約で完全一席。2016年1月13日に行われた。 トッテナムホットスパー FC との天皇さんでは、クリスティアン・フックスのコーナーキックをヘディングで合わせ先制点を記録しこれが決勝点となり、チームを勝利に導くと、2月6日のマンチェスターシティ FC 戦でも2得点を挙げライバルを退けた。5月2日に、デスターのプレミアリーグ優勝が確定し、自身は10シーズンぶりのリーグタイトルを獲得。 フートは公式戦38試合3得点を記録し、リーグ3位体となる36失点に抑えて、優勝に大きく貢献した。ドイツ代表で練習する、フート世代別代表としては 2003FIFA、ワールドユース選手権に出場。2004年8月に負傷辞退した、イエンス・ノボトニーとアルネ・フリードリヒの代役として、ユルゲン・クリンスマン新ン監督の下で、ドイツ A 代表に初招集され、 自身20歳の誕生日となる18日のオーストリア戦で途中出場から初出場を飾った。出場2試合目となった9月9日のブラジル戦で初先発出場をすると一得点こそ許したものの全体的に見ればロナウド、ロナウジーニョ、アドリアーノといった強力な FW 陣を相手に堂々としたパフォーマンスを見せたことで試合後に クリンスマン監督のみならず相手のカルロス・アルベルト・パレーラ監督から称賛された。その後、フィファ・コンフェデレーションズカップ2005に出場したフートは、開幕戦のオーストラリア戦こそ失点に関わるプレーを見せたものの、コンビを組むペアメルテザッカーと共に安定したプレーを、見せファンの支持を得た。そんな中、準決勝のブラジル戦では、前回対戦時に抑えたはずのアドリアーノのスピードに、 ついていけずペナルティーエリア内で倒して PK を与えるとさらに試合終盤にもアドリアーノに振り切られ得点を許した。同大会では6月29日にメキシコとの3位決定戦で代表初得点を記録した。2006年3月にフィレンツェでのイタリアとの親善試合で2得点目を記録し同年5月の時点で17試合に得点と代表に定着こそしたものの 守備面の不安から、クリストフ・メッツェルダーにポジションを譲り、2006 FIFA、ワールドカップでは、メルテザッカーとメッツェルダーのコンビが選択され、フートはグループリーグ最終節のエクアドル戦の1試合に、先発出場したのみだった。2006年のワールドカップ終了後は、代表から遠ざかっていたものの、クラブでの活躍から2008年3月20日に、 スイスとの親善試合にヨアヒムレーブ監督によって招集された。しかし、2009年の UAE 戦を最後に招集されておらず、クラブでの活躍から代表復帰が取り沙汰されるも、2011年にレーブ監督は UEFA ユーロ2012予選のオーストリア戦を前にして、マッツ・フメルス、ベネディクト・ヘイベです。ホルガー・バトシトゥバーといった若手の存在、さらに、 メルテザッカーとアルネフリードリヒの名前を挙げ、フートの活躍を称賛しながらも自身の構想に入ってないことを明言したことから19試合に得点を記録するにとどまっている。ありがとうございます。